じゃーん、今日は渋谷に来ております。ちょっと久々のスマホ Vlog ですが、ちょっと渋谷で今日は仕事があってきてます。で、今日はなんとですね、まさかの YouTube 同期のマッチポッチさんと一緒にお仕事をしてきました。記念すべき一日です。いやー、楽しかったですね。そう、結構仕事似たようなことをやってて、今日は奇跡のご一緒、マッチさんありがとうございました。そして渋谷は熱帯夜、めちゃめちゃ湿度の高い暑さですね。多分仕事が終わって今時刻は22時50分、もうほとんど11時なので、お店とかはねもうやってないんですぐ帰ります。どっから行くのがいいのかな。さあ、というわけでお疲れ様です。ちょっと今緊急で動画回してるっていうか収録音声してるんですけど、ポップマートグローバルですね、ポップマートのオフィシャルツイッターの方で新商品の告知がされたんですけども、なんとタプーの新作が来ました。ここに来てちょうど確か先週ぐらいの動画で、再販が待ち遠しいシリーズっていう感じでタプーとかビータとかをね、あげたと思うんですけど、そのタイミングで、まさかのタプー。しかもね、今回イメージというかテーマが、アメリカンダイナーみたいな感じ。ダイナーですよね、これ。レトロダイナーシリーズかな、確か名前が。これはマジでね、やばいっす。そう、名前がレトロダイナーシリーズですね。いや、いきなりツイッターで投下してきたんで、マジでびっくりしました。インスタの方では今の現在ではまだ発信されてないんですけど、ツイッターの方では写真が、この写真がね、投下されておりました。マジでビビった。いやー、ちょっとね、ヒロノの新作も今発表されてて、もうそれと同じタイミングで、ヒロノ開封僕もしたいんですけど、今回はこっちがメインとなりそうです。ちょっとこの、まあ、僕はちょっとね、こう、アメリカンダイナーへの憧れみたいなのがものすごく強くて、どうしてもね、ちょっと欲しいので、こちらはもしかしたら結構な数買ってしまうかもしれないです。で、急にね、こう、タプーの新作が来たってことは、もしかしたらですよ、ずっと待ってるビータも、いきなりこういう感じで、もう、すごい、サプライズじゃないですけど、勝手に僕の中でサプライズなんですけど、いきなり来るかもしれないんで、ちょっとこれはね、予算を考えなきゃいけないですね。急に来るんですよね、ポップマートのこの新作って。で、スペースユニオとかに関しても、ブリスターが新しいのが出てて、まあ、実店舗でまだ見れてないんですけど、それをね、ちょっと買って、ブリスター買ってみようかなとか思ってた矢先にこんなことになって、いや、本当に大変ですね。ということでね、ちょっと7月の後半に関しては、このタプーのレトロダイナー、まあ、そこまでこう、レギュラーメンバーほどね、多分人気爆発っていう感じではないと思うんですけど、刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるシリーズだと思うので、まあ、なるべく出たらもう早急にこう、確保したいなと思っております。まあ、そこまで、まあ、実施感もね、かなり人気だったけど、在庫がそんなになくなるってこともなかったので、ちょっと楽しみにしていたいと思います。もうアメリカンダイナーテイストはマジで、今までのポップマートに多分なかった気がするんで、そういうテイストで、こう自分にグッとくるものが来てしまうと、今回のように大興奮してしまいますね。まあ、タプー、そもそもね、このちょっとアメリカントイみたいな顔デザも好きなんで、ちょっとその辺も含めて非常に楽しみではありますね。もう絶対やばいですよね。ちょっとツルツルした質感の多分、フィギュアだと思うんですけども、これがマジで楽しみです。ちょっとアメリカンダイナーモチーフのレストランとかで開封したいですね。じゃあとりあえず今日も Vlog お願いします。はい、というわけでお疲れ様です。バナードです。今回は視聴者様からのリクエストのあった2つ、2種のポップマート、ブラインドボックスを開封したいと思います。さあ、こちらの2種ですね。久々ですね。こっちは何度か開封しているインスティンクトイとスイートビーンコラボの、スイートトゥギャザーというシリーズ。これも大好きなシリーズですね。で、こちらが今回初開封です。こちら、モンスターティアーズ、クライベイビーですね。
もうこれポップマートジャパンのヤンヤンがもう一押しなクライベイビーようやく購入できました。で、もともとね、いつか購入しようと思っていて、そこで視聴者の方からもコメントでクライベイビー見てみたいですとリクエストがあったので、今回、まあ、せっかくなんで購入してみました。どっちも楽しみですね。こっちまだ、好きなシリーズではあるんですけど、こっちまでコメントでもう何個かもう一回ぐらい見たいですっていうコメントがあったので、過去の動画にね、こちらは持ってるのがこのミリーと一緒にいるスイートビーンですね。このピンク色のね、ミリーと一緒にいるスイートビーンと、モンスターフラッフィーですね。フラッフィーがメインの大きいキャラクターと、こちらのハロウィンですね。ハロウィンのインク。ハロウィンインクとスイートビーンですね。で、これね、ちょっとでもね、で、まあ3つ購入済みなので、ダブリはちょっとね、できれば避けたいところでございまして、で、私自身、ちょっと欲しいのは、やっぱこれですよね。アイスリキッド。めっちゃでかいアイスリキッドに乗ったスイートビーンか、あとこのギャワですね。ギャワと一緒に寄り添ってる金髪のスイートビーンが欲しいかなと思います。そんなとこで、じゃあ、どうかな。こっちから行きましょうかね。さあ、では行きましょう。こちらでございます。さあ、こちらも内袋はオリジナルな感じでございます。さあ何がしますかね。行きましょう。せーの、じゃん。お、これは、あ、これはあれですね、キュリオのスイートビーンでございます。ここに寝ているキュリオがめっちゃ可愛いんですけど、まあ、僕はやっぱこうインスティンクトニーがかなり普通にファンなのでね、どうしてもオリキャラに興奮してしまうんですけど、カードはこんな感じでございます。まあ、他のデザインに比べるとちょっとボリュームが控えめな部分が、ちょっとね、残念な部分ではあるんですけど、やっぱりこの色とかね、このスイートビーンの尻尾とかは、インスティンクトイのね、オリジナルのカラーリングを非常にこうね、いい感じに落とし込んでていいと思います。ちょっと髪の毛もね、このパープルでメタリックな質感がかなりちょっとインスティンクトイと共存をね、感じます。すごい可愛いですね。で、このキュリアの影響を受けてか、スイートビーンの頭も猫耳が生えてます。こんな感じで、これもまた可愛いですね。いいね。めっちゃ穏やかなキュリオですね。キュリオを撫でているスイートビーン、これはちょっと癒し系な感じで、ね、デスクとかに置いておきたいキャラクターですね。めちゃめちゃ可愛いです。まあアイスリキッドのやつもちょっと見たいんでね、このシリーズはね、ちょっとこういう感じで、ふと思った時にというか気づいた時にちょこっと買い足しながら、また集めていこうかなと思うシリーズですね。めっちゃ可愛い。さあ、そしてこちらがなんと本編というか、Vlog 当チャンネル初めての開封、クライベイビーです。クライベイビー自体初開封ですね。で、これですごいんですよ。ラインナップもかなりバラエティ飛んでてぶっ飛んでますね。なに、まあこのなんかスマイリーの丸いかぶったやつとか、かなりこれですね、このスマイリーとか面白そうだし、なんかね、フランケンとかね、フロスティキャンディーとか、かなりもう元の造形ちょっとガン無視みたいな子たちも多くて、その辺も楽しみですね。いやー、じゃあ行きましょう。なんかもう全部ぶっ飛んでるんで全部いいですね。はい。で、結構ね、このシリーズ開けてないんですねって驚かれるかもしれないですね。僕も個人的に好きなシリーズなんですけど、多分何かの新作ラッシュと一緒になっちゃって購入してなかった感じだと思います。ちょっと待って、でかいぞ。かなり 重みもあります。重たさもあるんですけど、行きましょう。せーの、よいしょ。あ、なんかミイラ、うちゃ包帯ぐるぐるな、なんかミイラな子が来ましたね。これやば。あ、で、やっぱクライベイビー、このね、暗い泣いてるこのエフェクトがね、ちょっとこうムチ、ちょっとこのね、クリアカラーでね、ちょっとピンク色の涙って結構やばい気がしますけど、あー、いいっすね。なんかすごい重量感のあるフィギュアですね。さあ、こちらはレイディーマミーですね。やっぱミイラですね。ミイラモチーフなデザインのキャラクターでございます。怖い。なんかいい感じに世界観ありますね。で、付属品がこちらです。
ちっちゃいチビミニミイラとスタンドですね。こちらチビミイラ、これをちょっと近くにこの辺に置いてあげる感じですよね。あ、これで完成でございます。どうでしょう。あ、でも可愛いですね。なんか本当にこのミイラ、これでもちょっとやっぱ1ピースはちょっと違うな。これ2、3個買ってデザインの違い楽しめるやつですね。全然他のが違うんで、いろんなデザインをちょっと見てみたいと思いますね。もしかしたらこれ一番、このミイラの子がね、一番落ち着いたデザインかもしれないですね。後ろから見るとこんな感じで、でこのちゃんとね、このミイラのこの包帯の隙間から耳が出てるような作りになってて、これもまためっちゃいいですね。はい、というわけで今回はポップマートランダム開封ですね、視聴者の方のちょっとリクエスト的な感じでね、スイートビンの追加購入とクライベイビー開封させていただきました。やっぱね、ちょっとこう忘れかけてたこのランダム開封がね、僕もやっぱ開けてて一番こうワクワクというか楽しくて、なんか最新商品の開封ってすごい、なんかなんだろう、ちょっとやっぱそれに比べると気持ちが楽に開封できるので、その辺も含め自分も楽しめるのがね、ランダム開封のいいとこかなと思います。スイートビーンは、でもスイートビーンに関してはちょっと別のが見たいなっていう気がしましたね。ちょっと控えめな子が来ちゃったんで。でまあ控えめで言うと多分、もう全然控えめじゃないんですけどね、これ単体で見たら。この、クライベイビーの方もこのシリーズの中では比較的落ち着いたデザインのが来たので、まあちょっとまあ当たりか外れかで言うとちょっと外れ寄りなのかもしれないですけど、まあちょっとね、見たいという方が楽しめたら幸いでございます。ちょっと参考になるかとか全然わかんないですけど、まあもしよかったらクライベイビーね、買ってみてください。この本当この涙のところのね、このぷくっとした、クリアカラーとかすごい綺麗なんで、これも実際間近に見ていただいた方がわかりやすいかなと思います。よく見るとね、本当に細かいところ、このまつげがちゃんと上がっていたりとか、まあ、レイディーマミーっていうだけあって、ちゃんとしっかり女性のミイラっていう感じでございます。というわけで今回もポップマートアンボクシングブログ、ご視聴ありがとうございました。またぜひお便りいただければ幸いでございます。ポップマートはね、基本的に結構毎週アップ動画ね、更新してるので、よかったらポップマート好きな人も遊びに来てください。いろんなコンテンツうちのチャンネルで取り扱ってるので、よかったらね、チャンネル登録して日々チェックしていただけると嬉しいです。はい、というわけで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。Just be